皆さんこんにちは。あなたのくるくるクールが今日もマリオメーカー実況していきます。よろしくお願いします。今回は国内の難しいのランキングからクッパの相手をしている暇はないっす、スピードランリョウさん、クリア率 4.65%、 こちらのコースを遊んでいきたいと思います。ベストタイムが65秒だったんで70秒のスピランかな。そうだね、70秒なんですね。とりあえず最初はブロックか。優しいね、割と優しいね。うちでいいのかな。はい、なんか適当に来てたら勝手に進めてますよ。いいね、こういう優しいコースは好きですよ。スピーンからのスピーン、オッケー。なんか偶然うまく決まってる、偶然うまく決まってる。ヒップドロップか。こっちだね。はい、了解了解了解。ベストタイムが結構ギリギリというか、そんな何秒も余裕があったわけじゃないんで、今ぐらいの詰まりでも実は結構やばいかもしれない。これは戻って戻って、花ちゃんって気持ちいい。なんだこの花ちゃんの滝、面白いね。あの花ちゃんの滝、オッケー、いい感じかな。くるくるくる、あーしまった。次なんだっけ、すっかり忘れてる。あー花ちゃんゾーンか、花ちゃんの滝、花ちゃんホール。よいしょ、デカメット蹴って、そろそろクールクールクールがあったはず。クールクールクール、オッケー。クールクールクールからのオンプジャンプ、パウを投げて、いい感じ。もう今のところね、うまく通り抜けられる確率は低いんで、いくよ、オッケー。またクールクールクールがあるんじゃないの。クールクールクールじゃなかったけどダメだった、畜生め。さて、もうあそこでゴールは見えたんじゃないかな。うん、ということで今回でバッチリバッチリ決めていきます。よろしくお願いします。早速最近のスプランコースはすごい作りですよね。みんななんでこういう素晴らしいギミックを思いつくんだろう。特にこのコースで一番大好きなのは花ちゃんホール。あれはちょっと真似したいな。花ちゃんだからできるんだろうな。激おこ花ちゃんってやったらちょっと怖いかな。いきますよ、花ちゃんホール。もうここ大好き。よいしょ、パウを投げるところが多いんだけど、そのね、感覚、パウを取ってからの感覚が一マスしかないところが多いんで、そこには要注意やね。そしてそしてそして、ここは二マスあるからいいんだけど、この先とかね、ほーら一マスしかないから、はい、お邪魔します。で、次なんだっけ、はいはいはい、上上上、次は花ちゃんかと思ったら違った。くるくるくるしてパウを投げていく。おお、ここはドカンで詰まっちゃうのか。しまった、それは分からんかった。オッケー、ゴール。やった、残り1秒で結構ギリギリだったわ。最後詰まっちゃったのがもったいなかったかな。うまくやれば2秒ぐらい残していけたかもしれません。いやー面白いコースでしたね。ありがとうございました。クッパの相手をしている暇はナイススピードラン、リョウさんのコースでした。ありがとうございました。それでは次のコースを遊んでいくで。はい、お待たせいたしました。お次はこちらのコース、火山の城、ニラさん。クリアベストタイムが2分53秒、長、クリア率 5%、ちょうどこちらのコースを遊んでいきたいと思います。かなり長いんで、できれば1回も無視したくないかな。どのコースもそういうつもりで遊んでるんだけど、ちょっといきなりやられそうだった。これはこうか、OK。 なるほど、あ、キノコ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 ちょうだい。キノコがないと私不安でたまらない。バーブルが降ってくるけど、またどっかから出てくるんじゃないの。よいしょ、はい。ここはカビキックで登っちゃっていいのかな。はいはい、違った、もしかしてちょっと違ったのかな。まあいいか、大丈夫でしょう、なんとかなるでしょう。うん、はい、どうすればいいのかな。ここはこうか、よーし、これで道が開いたんでどんどん進んでいきましょう。バブルがいっぱいだね。火山の城、まあ確かに炎が多いっていうのは予想ついたんだけど、あー今の取らない方が良かったな。もったいないもったいない。あーこれは左、いいねー。なんかあーとか言いまくってるけど大丈夫かな。
くんとなんとかなるか。おお、危ねえ。置いてかれる、置いてかれる。うまく反応できてよかったわ。この辺は何が出ていくかしっかり。次の土管は羽根付きのバブルじゃなかった普通のバブルか。中間ゲットありがとうございます。これキノコかな。ファイヤーにはならないか。あ、1アップ発見、やったぜ。お邪魔します。次のエリア、また難易度高そうなって。強制スクロールか、本当に難易度高いな。でもキノコいっぱいあって優しいですね。やっぱりその辺がユニランキングに乗る秘訣なのかな。さて次はあの1アップは取るの諦めた。こっちに来い、ワン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 。オッケー。で次のタイミングで、おお、びっくりした。上にも何かがブラブラしてるよ。てん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 。てかね、このコース確かに2分何十秒かかるわ。強制スクロールですもんね。タイムを短縮できるところがあまり見当たらない。でここは飛んじゃっていいかな。早めに、あ、上行こう。上上上上ルート行けそうじゃなかったですか。ほいほい、やっぱり1アップかよ。できればもうちょっといいものが欲しかった。贅沢。これ上ルートが実は大当たりルートってことはない。そんなことはない。いや結局なんか合流しちゃう。あー、やばい、調子に乗ってた。ごめんなさい、キノコください。キノコあった。でも中間がない。七光、え、今なんで取ったの。あれあれ、え、どういうこと。あー、びっくりした。キノコが降ってきた。うっそー、待って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 、どういうこと。はい、あれ、この七光は倒しちゃいけないのかな。どういうことなんだろう。ハエロ系のコース。でもこれで大きいまま七光は倒せるんだけど、さっき上からパックンが落ちてきたじゃないですか。その後も他のモモがいろいろ落ちてくるのかな。どうなってんの。とにかく耐えてみるか。おーし、耐えた耐えた耐えた。キノコが1個降ってきて、ここアンチっぽい。パックンの炎も当たらないし、今度左上から何か落ちてきたらどうしよう。え、待って、本当に落ちてくるよね。おー、進めるようになって、やった。1アップ、イエーイイエーイ。いやー、ちょっと仕掛けが分からなかったけど、本当はずっと耐えて、おー、びっくりした。ボム兵いっぱい、危ない。よく反応できた。そしてゴール、ボルカニックコースクリアしたぜ。よかった。最後のボス戦は難しかったけど、道中の道はかなり面白かったですね。難易度は高いんだけど、キノコがいっぱいあるんで、すっごい進みやすかった。火山の城ニラさん、ありがとうございました。それではもう一コース、やっていくより。はい、今日のラストはこちらのコースを遊んで終わりにしたいと思います。スペルマママンチョフさん、おめかしドス戦コースター。クリア率は、8.22% ですね。ベストクリアタイムは1分743。これまたちょっと長めのコースのようです。早速遊んでいきましょう。スペルマママンチョフさんの、なんて言うんだろう、こういう乗っていく系のコースっていうのかな。そういうのを今までにもいくつかやらせていただいたんですが、どれも面白いですからね。今回も楽しみです。これは動くのかな？動いたよ。ドス戦コースターでしたっけ、コースのタイトルが。こうやってゆっくり乗り継いでいけばいいのかな。これでまたキラーが発射されてガリガリを避けていくと。問題はね、一つだけ苦言を言うとすればね、青狩りじゃないこと。やっぱり世の中青狩りっすよねえ、もうさん。上になんかあるぐらいの。ほらったー、もう一個ぐらいないね。お邪魔します。欲張りダメ絶対。メタルマリオだっけ、なんだっけ、なんか戻っちゃったよ。
ほほう。今の本当は戻るべきじゃないでしょう。ねえ、うん、分かった。なんで戻るの？くるくるくる。こっから動きが速くなるっぽい。反応しろ、反応。反応して。いやあれ、最初からだっけ？中間なかったかな？あ、中間あった。よかった。ありがとうございます。さすがいいねをたくさんもらうコツは違うね。中間の大事さを分かっていらっしゃる。さすがです。ここ落ち着いて止まってればよかったんだ。タイミング見て。おい。この辺です。オッケー。次は？次。反応して反応。上。オッケー。ほーい。あ、ほーい。ここまた上大ジャンプ？すげえ、面白い、面白い。なーんでこういうコースを作れるんだ？やっぱり、トラウマ界でこういうのを作れるとしたら、孝太郎さんぐらいだと思う。今度は、金ピカなマリオになってきた。お金持ちなのかな？この遅いの逆にいやらしい。こっち？あ、すごい。どこ行くの、どこ行くの？今どうやって乗ればよかったの？乗れたの？畜生めー。はい、金ピカマリオでございます。あの、下の矢印、あれにちょっとね、目を取られてたんだけど、逆走コンベアですよっていうことだったのね。オッケー、わかりました。こうですね。はい、はい。オッケー！オッケー！すごくない？今の、偶然ですよ。偶然を威張るなっていうね。あほーい！怖いよ。これは、また上？上上。オッケー！あー、怖い怖い怖い。どこもドキドキするわ。これで、大丈夫ここ、本当に。おー、よかった。アミーボといっちゃった。変なのが落ちてくるんじゃないかなとか思って、本気でドキドキしちゃった。さすが、スペルママ満潮さんのコース。楽しかったわ。おめかしドス先行した。2分11秒でクリアすることができました。すごい面白かったです。ありがとうございました。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしければぜひチャンネル登録していってくださいね。それでは次回はあなたのコースにくるくるくえる。バイバーイ。